テキサス併合、テキサス併合、テキサス併合、A、テクサスアネクセーションは、1845年に、テキサス共和国が、自発的にアメリカ合衆国へ加盟した事件。この結果が、州国の28番目の州として、テキサス州が生まれた。この時産不安山脈も追加された。アメリカ合衆国にとって、テキサスの併合は、対外的に、メキシコとの関係。 体内的には奴隷制の拡大による南北対立の激化という問題を抱えていた。このために加盟をめぐって長期にわたる論争があり、他の州の加盟とは異なる方法によって加盟が承認された。1837年、テキサス共和国はメキシコからの独立を勝ち取ったばかりであり、サミュエル・ヒューストン大統領のもと同年にテキサス共和国を最初に承認した。 アメリカ合衆国への併合への同意を表で決めた。その前年、サンジャシンとの戦いの後に捕虜となったメキシコ大統領、サンタアナがワシントン DC でアンドリュー・ジャクソン大統領と面会した際、テキサス異性の領土の値段を聞いていたと言われる。それほど領土拡大に就寝していたアメリカ合衆国がテキサス併合に異論のあるはずはなかったのだが、合併すれば、 メキシコとの海戦は不可避であるとの認識があった。また、奴隷制を保持していたテキサスがアメリカ合衆国に加盟した場合に上院の新しい二議席は奴隷州側につくということを北部の諸州が容認し得ないことも米国がテキサス併合に踏み切れない背景の要素の一つであった。当初、ワシントン DC に派遣したテキサス共和国の大使が1837年8月に マーティン・ワン・ビューレンベイ大統領に併合提案を行ったが、メキシコとの戦争になることが予測されたために拒否された。1838年には、テキサス共和国の独立維持と、領土拡大を標榜するミラボー・ラーマーが大統領となり、一旦は併合提案を撤回した。1839年に、フランス。1840年にオランダと、イギリス。 1841年にはベルギーがテキサス共和国を承認したが、これらはすべてアメリカ合衆国がテキサスを併合して、領土を拡大することを阻止することが目的の承認だった。バンビューレンの人気切れの後に、ウィリアム・ハリソンが就任1ヶ月余りで休止したため、アメリカ合衆国大統領となったジョン・タイラーも、就任当初は併合に躊躇していた。だが、 1843年にテキサスがイギリスに仲介を依頼してメキシコとの接近を図る動きを示したため一転して併合案を指示した。タイラーは1844年4月にテキサス併合の条約締結を行った。米国憲法では条約の締結は大統領の職権だが批准のためには上院の3分の2以上の賛成が必要とされた。 アメリカ合衆国上院は6月8日に35対16という大差で否決となり批准されなかった。領土拡張を主張し、テキサスの併合に積極的な民主党候補のジェームズ・ポークが1844年、アメリカ合衆国大統領選挙での勝利が決定すると、タイラーは一気に議会工作を進めた。テキサス併合に関しては、ポークと対立のないタイラーは、 ポークと相談し、上院での批准が困難であることが分かっている条約ではなく、上下両院合同決議による併合法案として議会に提出した。何度にもわたる法案再提出や修正に決案提出といった大激論の末、1845年2月28日、上院で27対25の僅差、下院では132対76で、 選択権を大統領に与えるという決議がなされ、翌日タイラーはこの決議を実行する選択の署名を行った。タイラーの大統領任期が終わる3日前だった。1844年当時のメキシコ大統領はサンタアナでテキサスの併合は戦線復刻に等しいと警告していた。テキサスに関しては主戦論に凝り固まっていた。彼は中米メキシコ大使を通して 併合したら即開戦との通告を与えていた。タイラーの併合への動きを見て、サンタアナは、テキサス新軍のための戦費調達と徴兵を強引に、押し進めたがこれは国内の票を買った。イギリス、フランス両国による戦争回避とテキサス共和国承認の説得を一時は受け入れつつあった、サンタアナであったが、政変により1844年12月に失脚し、 国外追放を命じられて、キューバへと逃亡する。サンターナの後継は恩健リベラル派のホセ・ホア・ギンデーレラで、彼は当時メキシコで少数派の戦争回避の論者であった。彼の下で、メキシコ政府は1845年5月、かねてより、イギリス、フランス両国から働きかけられていた、テキサス共和国の承認の意向を固めた。しかし、時勢は止められず、 1845年7月、テキサス共和国議会は、メキシコの承認のオファーを拒絶し、55対1の圧倒的な評査で米国との合併を承認することになった。アンドリュー・ジャクソン元大統領の甥い、アンドリュー・ジャクソン・ドネルソンが、アメリカ合衆国のテキサス問題担当となり、長期にわたる交渉を行った結果、テキサス共和国大統領アンソン・ジョーンズ、 元大統領のサム・ヒューストン及びテキサス議会が併合に同意した。テキサス共和国は7月4日に法案を批准し、12月29日、ポークはテキサスを合衆国の州として受け入れる法案に署名した。メキシコのエレラ政権はこの問題を受けて併合は戦争を意味するとの発言を余儀なくされたが、戦争を回避するべく外交努力を続けた。 メキシコ国内では、エレラの米国に対する姿勢が弱腰であると批判され、保守的な軍人政治家が実権を握るに至って、いよいよ翌1846年の米国戦争は避けられなくなっていった。1848年3月にアメリカ合衆国がグアダルーペイダルゴ条約を批准し、米国戦争は終わった。 この条約ではアメリカがメキシコの文化と価値観を尊重するという条件でアメリカがメキシコからテキサスを購入するということになった。テキサスの併合はアメリカ合衆国の諸州の間で議論を呼び、党派的構造を拡大させて南北戦争にもつながった。1846年2月19日、主権の公式な移を祝う式典が開催され、 テキサス共和国大統領アンソン・ジョーンズは、この大きなドラマの最後の幕が今降りた。テキサス共和国は、もはやないと宣言した。米国及び、テキサス共和国双方の併合決議には、併合後のテキサス州が、合衆国から離脱する権利については、触れられていなかった。1869年の米国最高裁判所、判決、テキサス対ホワイト判決で、 1861年にテキサスが合衆国を離脱したのは違法であると結論した。この判決では、米国憲法では、その全条文において一体不可分の州による一体不可分の合衆国を目指しているもので、離脱できるとすれば、革命もしくは他州の合意によるとされている。テキサス併合の共同決議案と併合条例には、当時のテキサスから新しく4つの州を作るための、 基本条項が含まれていた。テキサス共和国の領土からニューメキシコ州とコロラド州の大半、及びオクラホーマ州、カンザス州、ワイオミング州の一部ができたが、完全にテキサス州と隣接している州はなかった。テキサス州政府はメキシコとテキサスの国境をリオグランデ川とした。しかしメキシコはその領土が増えるニューエセス川に設定した。この境界問題は、 メキシコのサンターナは、その独裁政権下に、テキサス全体を取り戻すことを望んでいたので、メキシコ政府にとって大きな問題ではなかった。アメリカ合衆国のポーク大統領は、ザカリー・テーラー将軍に命じて、以前の共和国時代に定めたテキサス州の南部境界、リオグランデ川を守らせた。テイラーは、テキサスに移動し、メキシコの撤退要求を無視して、 リオグランデ川の北岸まで南下し、リオグランデ川がメキシコ湾に注ぐ河口近くに後にブラウントリデと呼ばれることになるトリデの説を始めた。メキシコ政府はその場所を自国領とみなしていた。20世紀後半、テキサスの少数反抗的集団がアメリカ合衆国によるテキサス併合は違法であると主張し、テキサス州の合法的状態について議論を呼んだ。 しかし、アメリカ合衆国の裁判所は常に併合が有効で、あると裁定し、テキサス議会を通過した併合条例及び1846年の主権移行式典でのテキサス大統領の同意を理由として挙げた。1861年から1865年にかけてアメリカ連合国に加盟していた期間を除き、テキサス州はローンスター、一つ星の州となっており、 州の俗称ともなっている。また、テキサス共和国の国旗、及びテキサス州の周期が一つ星である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。